小ぶ第二次改造内閣は、小ぶち三造が第84代内閣総理大臣に任命され、1999年10月5日から2000年4月5日まで続いた日本の内閣である。自治連立政権にさらに公明党が加わったことを契機に内閣総理大臣の小ぶち三造が、小ぶ第一次改造内閣を内閣改造して誕生させた内閣である。 2000年4月1日までは自由民主党、自由党、及び公明党との自治公連立政権であった。2000年4月1日以後は自由民主党、保守党、及び公明党との自公保連立政権となった。もともとは、1999年10月1日に組閣される予定であったが、前日に発生した東海村 JC 王林会事故への対応のため、4日間延期され、 この日に発足することとなった。小渕恵造首相は、1999年自由、民主党総裁選挙で無投票再選にこだわるが、加藤光一と山崎拓に立候補されてしまう。その後に続く、内閣改造、党三役人事では、総務会長に加藤派が推挙した小里貞俊氏を拒否、加藤に総裁選自体を訴えていた、政調会長の池田幸彦を一本釣りし、 横滑り起用。また、加藤のライバルであった元総裁で、早稲田出身の河野洋平を外務大臣に起用した。また山崎派が推挙した、安岡沖春の入閣も拒否し、早稲田大学郵便会の先輩で、前総務会長の深谷隆を、通称産業大臣に起用した。さらに、小渕内閣の大番頭であった、内閣官房長官の野中広夢までが、もともと、 加藤と親しいという理由で更迭され、小渕派のライバルで参議院議員である青木美京が起用された。これは総裁選後の報復人事と囁かれた。一方、翌年4月に介護保険法が導入されることを睨み、実力者でなければ職務に耐えられないと考えた小渕は、後世族で自身の名優でもある、前首相の橋本龍太郎に入閣を要請したが、橋本は、 前年の参院選敗北の責任は自分にあるとして入閣を断り、最終的に橋本が推薦した庭祐也を厚生大臣に起用した。この庭は加藤派であるが、加藤を通さない一本釣りであった。金融再生委員会委員長の大地道夫が2000年2月19日、栃木県の金融機関関係者への講演で、検査の仕方がきついとかあったら、どんどん直接おっしゃってください。 最大限考慮しますからと発言し、手心発言として論議を呼び、2月25日に辞任、公認は谷垣定一が就任した。小渕恵造は2000年4月2日、脳梗塞を発症し、順天堂大学医学部付属順天堂委員に緊急入院した。前日から脳梗塞の症状が見られたとされる。この前日の4月1日、連立与党を組んでいた。 自由党との連立が決裂していた。4月1日午後小渕は政権運営がより困難になったこの緊急事態について記者から質問され、10秒前後の不自然な間の、後ようやく言葉を発することができるといった状態であった。緊急入院前に行われた、この記者会見での奇妙な間が、後に脳梗塞の症状ではないかと報道された。そして、 この時はたまたま拘束から回復したために、約10秒後に言葉を出すことができたとされる。小渕は入院後、執務不能のため内閣官房長官の青木美夫を内閣総理大臣臨時代理に指名したとされる。しかし、青木の首相臨時代理就任については、疑惑が付きまとい続けた。脳拘束で、すでに意識を完全に失っていたように思われる、尾渕自身に、 果たして首相臨時代理の指名を行うことができたであろうかという問題は必然的に野党、マスメディアに厳しく追及された。にもかかわらず疑惑の張本人である青木自身が記者たちからの本当は脳死ではなかったのか、などの言い申し立てを却下する張本人であったため、また担当医師たちが首相臨時代理指名は不可能だったと思わせる説明を繰り返したため、 疑惑は色濃く残ったままとなった。この青木の首相臨時代理への就任劇の不透明さの上に、さらに小渕の公認となる新総裁、森吉郎の誕生劇に関する不透明さが加わってしまったため、この一連の動きは5人組による密室談合政治として世間から大いに批判されることとなった。また、それまで自民党を支配しているとされた。 休憩政会系の大仏政権が突然倒れたことにより、福田竹夫内閣以降、総理総裁派閥から遠かった、聖和会の森に総理総裁の座が転がり込むこととなった。また、後に、同じ聖和会の小泉純一郎が森の後継として首相となり、長期安定政権を保ちつつ、平成研究会を礼遇し続けたため、休憩政会による自民党支配、政権支配は、 小渕政権で終わったとされる。1999年9月20日、将来の副大臣制度を見据えた政務次官の権限強化に関する法改正があり、同日以降は総括政務次官と呼称することとなった。この改正では、権限部分のみで官職名までは改められず、閣議での申し合わせという形での総括呼称導入であったため、法的根拠を要する任命事例には、 総括を含まない正式感触名が使用される。ありがとうございます。